さあ、赤竜巻。じゃあ赤竜巻行きたいね。赤竜巻行きましょうか。うわ。いや、もう見るからにやばい。見るからにやばいけどね。島っぽいよね。なんかずっと不穏な音楽流れてんだよ。うん。あそこが近いからかな。この島に竜巻があるわけじゃない。奥？島。いや、島じゃない。島っぽい。うん、島っぽいな。とりあえずちょっと奥まで行ってみますね。横つけてみますね、島の。オッケー。うん、お、大砲入り。ここは撃たれてないか。あ、やっぱでもあれだな、島だな。絶対島だ。うん、なんだろう。怖いね。あそっち側に。あ、いや、こっち側につけましょうか。その方が楽だと思うけどね。一回止めるんじゃん。右がっつり来て。スピード出てるのそのままないから。上げましょうか。うん。奥になんかあるな。いや、島の中央にね、この竜巻を降りてるところがあって。なるほど。不穏な空気が。逃げれるように怒りを下ろしたくない。一回怒りを下ろして、もう一回あげましょうか。うん。ミガロドン、焦げそうだったら取っとくよ、これ。あれ、なんか向こう側に。使っていいですよ、使っていいですよ。でっか怒り汚染あるよ、怒り汚染。ニガさん。怒り汚染のライトじゃないの。向かい側に怒り汚染あるけど。怒り汚染のため の, あのライトじゃないの。普通にプレイヤーが。いや、あの色、あれかな。あれ、俺取られてない。骸骨戦かな。あれ、怒り汚染じゃないの、あの感じ。取られたな。メガラドン取られたな、ニコラさんに。え、いや、取れそうっつって、取ってましたよ。1個あげます。あ、もう目の前にあるじゃん、竜巻が。止めて、止めて。あ、ちょっと宴が、ちょっと骸骨が宴してますけど。竜巻で。ちょっと待って、よっしゃ、行くか。ちょっと待って、武器。大丈夫、見よう見よう見よう。あ、まずいね。ちょっと待って、これ、いや、あそこに大砲ぶち込む。あ、いいじゃないよ。ああ、それはありだと思う。あそこに大砲みんなでぶち込みましょうよ。大砲持ってきて。やっぱ先制攻撃だ。確か無理だな。先制攻撃いきますよ。あ、じゃあこれ一回。当たってね、当たってね。ああ、当たった。あ、消えた。あ、消えた。あれ、竜巻、ちょっと竜巻消えた。あ、でもなんかでけえやつ。なんかいる。なんかいる。ちょっと見に行ってみます。見に行きたくないですか、あれ。待って、めっちゃでかいやついる。あ、直撃しちゃった。俺、カエンダルで突していきますわ。なんだあれ。キャプテングリムだ。うわ、上になんか撃った。やばいやば、船に。キャプテングリムと一緒に爆発。あ、死んどる。え、なんかボムみたいなの投げてるよ。撤退だっつってる。勝てるかも。あ、逃げてた。勝てるかも。いや、真っ暗になってる、真っ暗。うん、闇闇の実だ。真っ暗にされた。え、完全に闇闇になってる、ね。うん、逃げた。いや、まだいる、いる。俺がタイマンチャレンジしてる。やっぱ俺のカレンダルが効いたか。カレンダルとおすすめ。だいぶダメが出るよ。大砲で撃った方がいいね、これ。オッケー。ちょっと前進めるじゃん。俺は素でやりて。素でこいつと渡り合いて。ふうさん行ってきなよ。俺やってくる。オッケー。すごい、なんだろう。めちゃくちゃ強いんかな、こいつ。まあ強そうだけどね。で、近っ、キャプテングリム。三橋いるじゃん、もう、キャプテングリム。こいつとはまた別に。え、ちょっと待って、船乗り込まれるよ。大丈夫。うわ、闇闇。待って、闇闇しく。いつそれ俺。いつそれ俺。
船近づけたらやばかったから。あいつなんか爆弾みたいな投げるんだよ。投げてるね。マジでマジで痛い。おー吹っ飛ばされた。ようやく戦いらしくなってきた。妥協しますね。回復とかないんで、回復もちょっと集めながら。まずダウンしてる。え、ダウンしてる。ダウンしてる。ダンスの、ダンスの砲弾当てたれ。もう少しだ。まだ攻撃だ。大砲めちゃくちゃ撃ってるけど、大砲で死ぬ。なるほど。うわ、また闇闇だ。うわ、船揺れてるって。そうか、痛いそれ俺味方の大砲めっちゃ食らう。いった、なに、なんか船撃たれてない。船撃たれてる、修理しろだって。戻るよ俺。穴開いてない。じゃあなんかあれが、火事が、火事が船の巻き上げ機がダメージもらったって言ってる。地下誰か見れる？地下見てる見てる。ああ死んだ、やばい、ルカさん助けて。地下穴開いてないよ。あ、マスト折れたわ。いや、マストとか動かないから別にしよう。ナイス、ニコラスさん死んだ。うう、やられた。やばいやばいやばい、俺も死んだ。俺とニコラスさん死んでまーす。多分だけど大砲にやられたな。味方の大砲くれんか。いや、穴は開いてなさそうだね。あれ、陽気な陽気な死人がいる。キャプテングリムやばいな。死んだけど、こうやって幽霊になって生きれるなら別にいいかっつって。あ、倒したかね。音楽流すし。いや、待てか。はい。なんで俺よりちょっと早いの。こんなもん。もう逮捕なくなる。でもキャプテングリムで全てが。俺、もう割れちゃう。俺背中めっちゃ殴ってる。熱熱熱熱熱熱。やばい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 。うおおおお、隕石降らしてる、隕石降らしてる、やば、上やばい、上から、あいた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 、バケモン。船まずい、船まずいわこれ、船まずい。いや、穴開いてない。穴は開いてないけど、これ燃えてるんで消さないと。やばい、ちょっと待って、あーはー、ちょ見えない。でも処刑用 BGM なってるから、もうちょいで倒せそうだけど。え、これ何、優勢な時の曲。これ処刑予備テンメじゃない。さあ復帰するぜ。キャプテンいましたけど。火消す。なぜ火消した方がいいこれ。ちょっと火消すの誰か手伝って。オッケー。これやるわ。やられた。やばい。うん、火消した方がいいよこれ先。ああ、やばい、海なら死んだ。ね、契約が期限切れって、契約が期限切れになったんだけど。いやー、これ船沈むんじゃねえかな、火で。やばい、ちょっとまだ沈まないで。まだ沈まないで。俺とニコラス戻るまで。暗っ、ちょっと待って、めっちゃ真っ暗。水お願いします。はーい、戻ったら水やります。やばそう。これ上についた火がどんどん下に行ってんだ。なるほど。とりあえず下の火を俺がやるわ。待って、水入ってるわ、水入ってる水入ってる。ほんとだ、やば、直すよ。
入ってるっていうか火事も水入れてるから。ああじゃない。ああなるほどね。いや穴開けるわ一応直すよ。痛い。俺一番上の火消し続けるわ。はーい。はーい。ありがとうございます。あ、これ。あれ、これやばくね。二段目。またいい。いない方がいいんじゃない。船から離した方がよくない。いや、結局多分上から目線を出してくるな。めちゃくちゃ燃えてんだよ。オッケー、今攻撃チャンス。火ないからやるわ。はーい。燃えてる音してんだよ。あれ船長室の横。お、撤退だ。消えた消えた。ドゥーア、ドゥーア、ドゥーア。ラスボスの BGM なってんじゃん。ね。めちゃくちゃいいな。今までのシルブシルブの曲だった。コーラスも入ってる。およっしゃー！おわー、ナイスワンだ！待って、爆発しそう！爆発しそう。シュポーって消えた。待って！何が出た？何が出た？あ、でかい。それさ、一回下ろして、一回下ろして。あれね、持ち方がね、ほら、本当だ、違う。持ち方が普通のところ違う。両手で持ってる。なんて名前なの。灰色の、灰風のドクロ。灰風のドクロ。てか、あっちさ、宴してたところになんか出てないんかな。あ、いや、光ってる光ってる。島みたいね。あ、てか結構いろいろあるわ。あ、島にめっちゃ宝ある。ね、宝だらけだ。いや、このドクロ入れろい。あれ、フンドの宝箱。あちゃ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 、やばいやばいやばい。あ、それ爆発するからね、最後に入れてね。はーい。これはね、ちょっと待って。爆発しちゃった。これね、引っ張んなきゃいけないんだ。待って、島にめっちゃ宝落ちてる。ね。まず、とりあえず桟橋に集めましょう。これをコーヒー。はーい。これか。で、あ、よかった、回復あるわ。ナイスナイスナイス。俺もちょっと回復欲しい。どうやって普通に紐で引っ張れますよ。で、キー3つだか4つで直せます。おお、ゴールドだ。最後です。すげえ、宝箱とかいっぱいある。めっちゃある、ね。キャプテングリムの島だったのか、ここは。こう、キャプテングリムに統括されてたんじゃないですか。おお、また書があるぞ、ここに。キー3枚かな、ニコラスさん。うん。呪いの書も。あのメテオ、ずるかったな。あのメテオ強かったっすね。ずるいっていうか。こいつの集めたら、あれ使えるようなんねえか。敵、プレイヤーの船に。強すぎるでしょ。あのね、あいつから出た骸骨を前にかざしたらね、メテオ出る。希少な宝石の宝箱。あれ、火出るじゃん、こいつ。あ、そのドクロ？火炎放射だよ。な、どうやって出しました？ほら、あ、ほんとだ、すげえ。武器じゃん。武器、うん。左クリックで。あ、左クリックで？うん、ほら。お、すごっ。やば。ちょっと、ふいさんに一回かけてみて、ニコラさん。だから持ち方違うんだな。あ、なんで確かに。じゃあ、俺にかけて、ニコラさん。ん？うわー、熱っ！あ、燃えた。あ、そう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 。これで、プレイヤーのとこ行ったら、なんだなってなるだろうな。ね、シートかと思われる。火炎放射、熱い。これはいいね。結構宝あるの。結構あります。結構ある。
アニソンで爆発するから。うん。ああ、これ、てか、これ、弾、めっちゃある。弾ねえんだったら、これ、このドクロ持ってるやつは超強くね？ドクロを倒すとかだけだったら、ずーっと燃やせるの。売る前に、散々暴れて、最後に売るみたいなできそうだな。謎めいた地図ゲットしたわ。ナイス。ナイス。クエストもらった。うわ、すげえ、物資めちゃくちゃあるわ、ここ。だいぶ失われた分が。宝は全部。終わったかな？ちょ、一応俺この島全体回ってみてるわ。入れたかね。お母さん、これ積むのって手伝って、桟橋にあるから。全部見てるから。あ、痛い。一番奥の爆発するやつはちょっと一番最後になってみましょう。あそこにドクロの。箱に全部突っ込んで。弾薬の箱っているの？弾薬はいらんかな。オッケー、マンゴーが落ちてる。ああ、食料がいっぱいあるわ。食料はある程度でいいんだよな。あとあんま持ち込めないというか持っていけないわ。もう。いや、これは面白いな、こいつ。ねえ。エリアボスじゃん。エリアボス。ないね。なんもねえや、こっちは。やばかったな、確かに。ね。船から狙えたからいいけど、あれ普通にさ、陸地の真ん中ら辺でさ、近接になってたらきつかったよね。多分別の島とかもあるのかな。ここはめちゃくちゃ時間かかる。戦いやすかったけど。確かに。うん。あれは大体食べ物だな。そうなんだよね、砲弾があんまないんだよね。ニコさん、それ爆発するか気をつけて。砲弾を拾っていきたいんだけど。どうしよう、これ船乗せんの？これ乗せないとっすね。まあ、とりあえずギリギリで置いてきますわ。うん、これ水かければ確か爆発しないですよ。あとは、あれ、あ、オール線あんじゃん、ここに。あ、じゃあなんかドクロ、灰の極悪賞金ドクロここにあるわ。あ、いいね。あ、意外と宝箱あるね。はい、ぐらいかな。なんだ、何これ出てきた。黄色の頭。何これ、何こいつ。見たい見たい見たい。あー、死んじゃった、死んじゃった。何、ててんて初めて聞く。コインは海賊になる。海賊商店で使える。のなんか落とした。海賊商店で使えるってことは課金コインじゃない？マジ？あ、そうかも。あ、227になってる。やば。多忙したら右上に、骸骨のコインのマーク。これ課金コインですよ。あ、そうなの。177ね。152。課金コイン手に入んだね、このゲームね。やってると。すげえなぁ。なんか変な音してね、ニコラさん。うん。いいなぁ。めっちゃやわかったな。なんか、メタルスライムみたいだったら嫌だなと思って、俺とニコさん必死で殴ってたわ。逃げられたらどうしようっつって。みんなで見せたかったけど。すぐ逃げたら大役だな。そう、すぐ逃げるパターンあるからね。超弱かったな。なんかいろいろありそうだけどな、ここ。もうなんもねえから。宝らしいものはないな。この爆発するやつ、船の先端置いとけばなんかダメージ少なそうだ。やってみる？ちょっと置いてみます。どうします？ あいつのとこ戻ります？死神のところに。うん、死神のとこ戻って売ろうぜ。それか一回帰ってもいいと思うけど。あ、だから死神のとこ。それが死神のとこっすね。死神職？オッケー。あ、でも、開拓地の方が近いっすよ。あ、じゃあ、開拓地にしよう。あ、でも、あいつの骸骨が死神でしか売れないか。
そう、全部売れるから絶対あっち行った方がいい。なるほど。SE だね。じゃあ怒りをあげろ。あ、ちょっと待ってね。じゃあ怒りあげるだけあげときましょうか。オッケー。あれ宝がなければ別にもう、あれ、マーメイドで戻ってもらえればいいから。ペイさん、宝持ってる？あー、今宝2つある。あ、したらそれ後ろにつけよう。まあ、そう、2つだけど。あれ？いいよいいよ。後ろにつけよう。あ、やばいやばい、怒りが。火事が壊れてる、初めて見た。来てくれたら俺が引き上げれるわ、こっち。オッケー。行き過ぎ。意外と早い。いいよ、ぶつけちゃって。オッケー。むずいな。ああ、もういいよ、2つだから、あれしちゃうわ。いや、小舟ね、結構使えるから。あ、小舟が？うん。さあ、あれ爆発したらダメージ食らうのか。あそこ行ってちょうだい。どこに行けんの？後ろの。船長室の。そう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 。そこの、そこにいてくれれば、俺が真下行ったら、ボートをつけるみたいな。もう F で多分出てくるから。へぇ。これどうやって餌をさ、つけんの釣りの。なに？なに？怖い音。餌は、船燃えてる、船燃えてる、めっちゃ。本当やばい。あれじゃない？さっきのフンヌの。ちゃんと燃えるんだ。はい、やべ。水入ってる。燃えるな。多分いけると思う、富士さん。はーい。俺がやる。火事を。あ、でも一箇所で。住むな。あ、っていうか、こいつにぶっかけたら止まったよ。あ、そうそうそう。あ、そうです。こいつに水ぶっかけたら。あ、しばらくこれやんなきゃいけないですか。はい、定期的にうるさくなってきたら、水かけてあげる。みんなでバケツ持っといた方がいいじゃん。そうですね。じゃあ SE の方向行きまーす。行きましょう。ほーろせー。ほー晴れ。ほーろせー。ニコラさん、爆発するよ。まだ大丈夫じゃん。プイーンってなったらやるわ。言い出したら。うん。まだドクロ飛び込んでしない。違う。そっちにあるんですよ。かけるわ。あれ、外したんだけど。外してるー。あの人外してるー。クソ近くでやったのに。かつてね。もう多分これ追いつかない。人魚バケツで、俺もバケツいるとこかな。外すとかじゃなくて、水樽あるからね。水樽。抜けて水樽ってあるんだ。水樽あるか。あ、そうなんだ。ありますよ、水樽。あそこで、そうそうそう。あ、すごい、本当だ。バケツですくえば水樽。便利。死神の隠れ家に来ました。死神の隠れ家だ。ここには悪いやつがちゃんと集まるんだよ。野郎人魚だったな。野郎人魚。こっち側つけんのだるいかも言いました。こっち側じゃない方がいい。ああ、だいぶ真っ白なんだ。うん。岩だらけだ。ブチュカルー。ブチュカルー。ギャー。あ。ブチュカルーは見る。うわあ。はあ。そっからジャンプしていける。血を直しまーす。なんでもうちょい行った方がいいっす。血を直しますね。光ありましょう。ブジュカルウアミルク。ニコラさんもそれ持ってきましょう。どうぞ。フンヌの宝箱。俺はフンヌよりね、帽子売ったらどうなるか気になるんだよ。確かに帽子気になるね。俺は灰の極悪賞金袋持っていこう。拾った？どうぞ。灰の語学賞金どころはね、普通の。あ、売れないわ。帽子。あれはヒンダス骸骨どこやった？火炎放射骸骨。後ろに埋まってるよ、そこの。え、タビさんが持ってた？いや、俺は普通のどころ、これは。
これ売るぞ。おお、3000円。まあ、そんなにだな。1個前の1万の方がうまかったな。全然弱かったけど。まあでも3000超えて1個の単価だとめちゃくちゃ高いですからね、このゲーム。うん、基本1000円ぐらいだもんね。うん、よくて無限に引き履けんのか、それ強いな。普通に無限だったら強いね、普通に武器として。売らないもんね。はしごの上でずっと効果増したら絶対上がってこれないですもんね。だし乗り込みで行っても強いだろうし、燃やすついでにプレイヤーも殺せるし、弾無限っぽいし。売りますよ。はい。配布を。4500。4500。はい。他の方。2万。二万。エリック。エリック。10万。10万。絶対ないでしょ。10万はない。そんなわけない。僕はね、12000円。はい。6000。6000。あら。6000。じゃあ売らない方が良かったかもな。武器として使った方がいいかな。最後落ちるまでとりあえず使い尽くして最後売るみたいなの方が良さそう。でもやられたら取られますからね。まあね。まあ6000でだいぶ高いですけど、ちょっと1万で変になっちゃってるけど。うん、まあしかもなんか毎回これリセットされるもんな、この海賊たちは。気持ちが。でもなんかさ、海賊ほら、なんつうの、武器の強化とかないわけじゃん。ある意味、その、他の海賊と大きく差をつけられるよね。こっちは火吹けるぞっていう。ただ、走れないですからね、あれ持ちながら。ああ、そうなのか。しかもあれ持ってかなきゃいけないんだもんね。打突とかもできないから、相手の船に乗り込むっていうのが結構きついかも。確かに。うん、おいおい、今回の単価高いね、一個一個のね。今回のワンゲームで10万いっちゃうぞ。マジ、うん、10万釣ったら何できます。10万 CG の大会の優勝賞金5人で分けた時だな。やば、やば。1ヶ月頑張ってね。ね、1ヶ月缶詰でやって9秒だもんね、あれ。ほぼね、ほぼ。ちょっと下僕の特使になります？これほら、リーパーズボーンの特使になることに投票ってあります？でも下僕の特使って微妙だよな。まあ確かに。こいつは誰の下僕なんだよって話だよ。リーパーズボーンじゃない？リーパーズボーンっていう。そいつの。の下僕じゃない。だから俺らも下僕になろう。でも特使だよ。リーパーズボーンの。特使だから、あのなんか、本当契約というか。あ、で、特使になってる場合は豪華報酬が手に入り、または特使専用の衣装を着ることができるって。やろ。かっこいいし。他の貿易会社の特使を探し出し、勝利の証として旗を奪うのだって。面白そう。マジだから、ダクソのあれみたい。あの、契約みたい、マジで。制約みたいな。うん、あ、名前書かれてる。めっちゃかっこいい衣装じゃん。買ったわ。何？あ、これね、こいつのでしょ。こいつの、うん、何信奉者になればいいの、まずは。アサシンみたいな、うん、なって、それか、まず旗を買ったら次に出てくる服が。これ着替えたらかっこいい。こいつの選手もめっちゃかっこいいよ。かっこいいね。え、これ何を買えばいいの？旗だけ買えばいいの？全部買えばいいよ。とりあえず。待って、俺家帰って着替えたい。ちょっと着替えてきます。みんな。じゃあ全員着替えて戻ってこようか。Z で。ダンスとか。なんだこれ。あ、なんだ。Z をしたら。違う、これ多分世界は変わり、果てなき大空と荒々しい海のはずなのに、スマホは新たなる距離、波のうねりに広げた方がその新世界。ああ、多分4人で来たからじゃない？あ、じゃねえ、3人か。すべてのプレイヤーと海を航海する。おお、いやこれは面白くなりそう。なんかいろいろまた追加されますね。わあ、ちょっとこれ女の人胸がやっぱちょっとあるから、女の人だってなって、あれこの人どんな女なんだっつって脱いだらババアなんだ。ちょっとワクワクするんでね。
こういう格好の女の子絶対美女だもんな相場は。だいたいこういうのね。顔も腕も足もボロボロのババレ。すげえこの衣装かっこいいね。これいいね。猿もパチパチしてる。猿も拍手してる。てなわけで、これはちょっとリーパーいいっすね。はい、リーパーズボーンの衣装を着て。今日はしる、あ、ジブキしてる。あ、ジブキしてる。うーわ。ビジに見えるな。そう、左手がやだ。左手がやだ。ちょっと胸触ってんのやだな、それ。よくこれ通ったね、レア車が。ね、じゃあちょっと今度やるときあれやろうよ、あのイベント。いいっすね。リーパーズボーンの特使になって。うん、ちょっと、いろいろとまだまだイベントがありますので、皆さん、お楽しみに。楽しみに。